精神病院で遊ぼう。精神病院で遊ぼう。精神病院で遊ぼう。僕らのリゾート。楽しいことがいっぱい。閉鎖病棟を住んでみれば都。僕らのリゾート。最初は戸惑うかもしれない、奇妙なところだと。でもすぐに慣れてしまう。みんなで楽しいな。砂漠のいらない個室、その名は隔離。慣れてしまえば大丈夫。みんなで楽しいな。隔離で吸うタバコは最高なんだぜ。五臓六腑に染み渡る。一日三本食後だけ。本人を守るためというが、本当はどうなんだか。刑務所で言えば懲罰房。これは患者の常識だ。空調はバッチリで快適なんだけど、水が自由に飲めない。待つしかないのかな。喉が渇いて我慢ができない時は、トイレの便器の水を飲めば大丈夫。精神病院で遊ぼう。精神病院で遊ぼう。精神病院で遊ぼう。僕らのリゾート。精神病院で遊ぼう。